東京六大学の強豪立教大、2017年には田中誠也投手、中川颯投手らの活躍で大学選手権優勝、その後も東京六大学で強さを示しています。今回はそんな立教大学の2021年度の新入生を紹介していきたいと思います。まずは新入生のリストから見ていきましょう。この中から何名かの選手をピックアップして紹介していきたいと思います。まず浅井投手は小山ボーイズ時代に日本代表を経験している投手で、故障を乗り越え2年生の秋から台頭、常時130キロ後半の速球を丁寧に投げ分ける投球は好投手揃いの県大高崎の中でも絶品でした。いわきの沖投手は2019年秋東北大会ベスト8に導いた好投手です。投球のうまさには定評があります。坂本投手は主にリリーフとして2019年秋季全道大会優勝に大きく貢献した右のサイドハンドです。投球術をさらに磨きベンチ入りを狙います。三河投手も140キロ後半の速球を投げ込むと言われる逸材です。県大高崎の泊まる捕手は今年の新入生の中でも最も大物と言ってもいいかもしれません。スローイングタイムは 1.8 秒台の強肩、そしてパワフルな打撃、捕手としての力量はもちろんですが、ハキハキとインタビューに答える姿も魅力的です。幹部候補としても期待です。同じく幹部候補としては田中選手も実力だけではなくリーダーシップの面でも楽しみな選手です。横浜高校出身の紀藤選手は守備力が高い内野手として活躍を見せていた好プレーヤーです。宮川選手は交流試合でもタイムリーを記録した高打の遊撃手です。小木曽選手は昨年の常総学院の主力打者として活躍し、独特のバットさばきで次々とヒットを量産していました。現役生では山田健太選手に注目です。現在大学通算6本塁打40安打と2桁本塁打100安打も狙える山田選手の打撃は要チェックです。
他では秀岳館時代にアンダー18代表を経験した川端投手や、同じく智弁和歌山時代にアンダー18を経験した池田投手など能力が高い選手が多くいます。注目選手が多くいる立教大学、今後も楽しみなチームになりそうです。次は2020年度の卒業生の進路を紹介します。オリックスに入団した中川投手が開幕1軍登録となりました。中川投手のアンダースロー人生を描いた動画、インタビューは概要欄に記載しておりますので、ぜひご覧ください。ドットコムチャンネルでは他にも強豪大学の注目の新入生を紹介しています。プロ、強豪社会人チームの多くの選手を輩出する中央大学、今年は保守の古賀選手が注目されていますが、新入生も多くの逸材が入学しました。習志野のスラッガーに U15 経験者など、早くから活躍が期待できる選手ばかりです。また東京六大学野球連盟に所属する法政大学には、木更津総合のしのぎ投手や中京大中京の西村選手などハイレベルな選手が揃いました。概要欄に URL を記載しているので、ぜひチェックしてみてください。